親番を迎えた金子プロ、さあどうだ、ドラはリャンズを1枚き、あ、メンツができている、うん、いいですね、皆さん親番になるといいですね、千里もいきなり関西を引き入れた、はい、お、有効プロもいいんじゃないですか、まあ、いいですね、いいシャンテンだ、うん、ダブルチャンスだったんですね、あ、違う違う、あ、あ、うん、リャンシャンテン、リャンシャンテンですか、リャンシャンテンですかね、さあ、金子がいいところをまたくっつけ、うん、あ、リャンシャンテンですね、有効さん、これ難しいですね、あーはー、あー、すごい、へえ、なんか他の3人だとなんか想像に進みそうですけどね、想像の一色手とかに目指していきそうな手格好ですけどもね、そうですね、確かにあのカンちゃんはあんまり大事にしなさそうな、伊藤プロもそれほど本一少ないタイプだと、わあ、これすごいじゃね。先に切るか。あ、ゴロチがあるんで、ね。ゴロチがあるんですよね。ああ、ゴロチを広く。メンタンピンドライチ、メンタンドライチ十分ってことですか。うん、さあ、金子にチャンス。まあ、久さんの捨て牌がかなり3ピンとチビンの取りこぼしが嫌な捨て牌されてますからね。うんうん。うん、これが引けそうな捨て牌でしたもんね。さあ、いきました、サブローワンのリーチを入れたのは金子、お見事ですよ ね、 見事ですね、俺はチーピンしか切ったことないな、あの方、うわー、ゆうこさんもあ、ね、かんちゃんを引き入れてイーシャンテン、だこれ結局川のナビゲートが出ちゃった可能性もありますよね、うん、どうだ、もう、うわー、ちゃんだ、イーシャンテン、ノータイムで4行くもんな、すごいですよね、そうですね、ノータイムでしたね、うん、病はちょっともういけない、さあ積もれるか、これやっぱね、親のリーチに対してノータイムで来るのは嫌でしょうね、やっぱり嫌ですね、うん、サブローワンのローワン、ここ本当に麻雀って一人旅が一番いいですよね、そうですよね、間違いないですね、やっぱみんな大概の人怖いの嫌いですからね、うん、怖いのとか痛いの嫌ですもんね、大体嫌ですよね、千里にはそういう、来るなら当たり牌打ってくれよと思いますよ、ね、それは確かにその通りなんですけども、はい、いや打たないんですよ、あの腰痛の方、腰痛の方でおなじみ佐々木千里、攻めだるま、いや、久里プロの欲しいパイは山井プロが白1枚持ってるぐらいじゃないですか、結構いるんですか、うん、あ、イースピンの方かなりいますね、うん、うん、あー、ローワンが脇に、9も、さあ水を飲んだ金子、どうするか、泣かない、うわぁ、鉄板入れて追っかけが入る、白と急走のシャンポン、白は山のところに1枚、急走は山に1枚か、はい、下半に1枚ですね、うん、1枚ずついく形ですか、はい、すごいですよね、まあちゃんた含みとはいえこの手配を、うん、ノータイムでスイ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 いけるのって本当、なかなかいないですよね、そうですね、腰痛といえどもやはり攻めだるまの魂がそうさせる、うん、だるまさんらしいですよね、だるまさんらしいですね、ただ枚数はサブロマン圧勝です ね、まあ、ね、うわ、カンってこれを関してシンドラはさあ3番当たり早い。